こんにちは、アキセイレッツのコーナーです。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。まだまだ体力には自信のある私、アキセイが体を張って取材をし、石川の身近な情報をお伝えしています。今回のテーマはこちらです。要チェック PFU ブルーキャッツの新戦力ということで、いよいよ開幕まで1ヶ月を切りました。バレーボール V リーグ、河北市に拠点を置く PFU ブルーキャッツ、皆さん今年目が離せません。新加入選手のうち2人に今回注目しました。こちらです。鍋谷ゆりえ選手とバルデスメリーサ選手、どんな選手なのか私文字通り体当たりで取材してきました。では行きましょう、 PFU ブルーキャッツにこんにちは。今回お邪魔したのは PFU ブルーキャッツの本拠地、河北市の体育館です。やってます、やってます。あ、いますね、注目の鍋谷選手、それから奥にはバルデスメリーサ選手もいますよ。いや、この2人が石川県で河北市で練習してるんですよ。PFU ブルーキャッツは昨シーズン V リーグディビジョン1で12チーム中9位という悔しい結果に終わりました。そんな中、新たに加入したのが鍋谷選手とバルデス選手の2人です。まずはバルデス選手について坂本監督に伺いました。まずはバルデスメリーサ選手、すごい選手が来てくれたと思います、はい、高校時代のプレーとかもご覧になったことももちろんあると思いますけれども、はい、どんな印象でしたか。跳躍力があるので高さがあるなという印象は持ってましたし、手足長いので細く見えますけど、ボールを叩く力はやっぱりすごいなというふうには思ってました。高さに加えてパワーもあると、はい、まあ、パワーなのか、まあ、やっぱりしなる、先にこう体が来て腕がムチのようにしなって最後バーンって引っ叩くような、日本人にはあまり見られないタイプかなと思いますけど。それでは早速そんなバルデス選手の凄さを体感してみます。今日よろしくお願いします。お願いします。やっぱりお会いして思うのはスラッと高いですよ。身長はズバリ何センチですか。185センチ。185センチですよ。私172センチ、13センチ差です。もう完全に見上げてますもんね。手も上げてもらっていいですか、はい、もうご覧の通りですよ。手長、これはもうスパイクもブロックも何でもこの高さあったらやっぱり相手にとってはかなり脅威ですね。バスケットゴールを使ってジャンプ力を見せてもらいます。床からリングまでの高さは3メートル5センチ。僕がやってみるとこんな感じ。バルデス選手の実力は、うわー、軽々お見事、もう楽にリング掴んでますね、はい、これぐらいはもう余裕ですか。はい、普通のジャンプです。これは普通のジャンプですか。すごい、軽々とリングに届くジャンプ力の秘密を探るべく向かったのはトレーニングルームです。こちらの機械でジャンプに必要な筋力を鍛えているそうなんですが、この重り25キロが片方に2個、つまり4つ、100キロですよこれ。お願いします。うわ、軽々、足も細くて長いですが、これはどうなんですか。おお、それ100キロ今キープしてますよ、これ上げたまま、すごい。これはどうなんですか、もう余裕ですか。はい、100キロ余裕、相当ですよ、恐るべしといった感じですけれども、僕も負けじと挑戦してみます、ね、どんな感じなんだ。が、うん、よし、ではいきますよ、よいしょ、ちょっと待って、マジですよ、本当にこれ上がらないです。本当に、本当です。まあそうか、あ、そんな重たいんだ、これすごい、無理ですよ。ちょっとバルデス選手どうでしたか。これが、まあ、1年生の目標ですこれ1年生の目標です。1年生って高校1年生ですか。大体ぐ、大体高校1年生今100キロですけど、うん、マックスでどれぐらい上げられますか。240、倍以上、240、はい、恐るべしです。
本当だね。並外れた身体能力のバルデス選手ですが、カメラを向けるとノリノリに。どんな選手なのか、一番仲がいいという高層選手にお話を伺います。すみません、痛い。バルデス選手自身も結構明るい方だなと思うんですが、高層選手から見てどうですか？結構いたずらとかするんですけど、なんか自分なんかはちょっと置いといたボトルとかトイレ行った間にあれなくなってんなと思ったらメリーが隠してたりとかするんで。いたずらをするんですか？はい。なんでそうするんですか？楽しいから。逆に高層選手はバルデス選手から見てどんな方ですか？面白い人。面白い人、どんなところ面白いですか？いつも変な顔してるから。そう、せっかくなのでバルデス選手にその高層選手のモノマネをしてもらいました。何回よさそう。決めた。どうしてますかね。写真持ってるよ。写真持ってる。自由ですね。そうです、自由なところが彼女の良さですね。先輩も後輩も仲がいいっていうのが PFU のいいところだと思うので、まあそこがメリーにとってはフィットしてるんじゃないかなって思います。そんなバルデス選手、バレーボールに対しては常に本気。キューバ出身の彼女にあれこれ聞いちゃいます。バルデス選手が、日本に来たのは高校からですよね。はい。きっかけとかはあったんですか？こっちは結構レシーブうまいから、つなげるボールいっぱいあるから、その自分に上手くなるためにどっかにレベル高い入りたいと思ったから、それになって日本に来ました。すごいね。守備がいい日本のバレーで、はい、そこで自分のもっと技術向上のため、はい、すごい向上心ですよ。来るときはちょっと怖かった？ちょっと怖かった。もう何がここにいるは分かんないから、何がなるか分かんない。一人だって親とかいないから、でもどんどんやったらもう慣れてきてたから、もう全然大丈夫だった。慣れてきましたか、はい、でも15歳16歳の女の子が、ね、太平洋またいでですよ、知らない国に来るわけですから、そりゃ怖いですよね。今後は日本国籍の取得も視野に入れているというバルデス選手、日本に来て数年が経った今でも日本語の勉強は欠かしません。日本は住んでみてどうですか？結構なんか綺麗とか可愛いとかいろんなことあるからちょうどいいです。綺麗とか可愛いとか気はないから、桜とかそういう場所は可愛いなと思ってるから、そういうことあるは結構いいと思う。桜が。そんな彼女が選んだのは PFU ブルーキャッツ、一体どうしてなんでしょうか？自分と一番合うチームで、楽しさとか目標とやり方、バレーのやり方とか自分と一番合うから PFU 選んでました。楽しい雰囲気とバレーボールのスタイルと自分に合うと、はいはい、食べ物とかはどうですか？石川県で好きな食べ物。石川県で好きな食べ物はチーズハンバーグ。チーズハンバーグ、はい、めっちゃ美味しいですよ。めっちゃ美味しいんですか、はい、石川県の、はい、どこで食べるんですか？ココスかガスト。ココスかガスト。宮城にもありますよ。あ、ありますけどちょっとレベルが違う。え、そうなの？レベル違うんですか？どんな時も自由なバルデス選手、かわいいですね。いろんな意味で今後も目が離せません。コマーシャルの後はもう一人の注目選手、鍋谷選手のスゴ技を体感します。90度ぐらい落ちましたよ。あ、すごいね、この落ち方は。今回のこんにちは棋聖ですは、女子バレーボールの PFU ブルーキャッツに新加入した注目の2選手をご紹介します。2人目の鍋谷ゆりえ選手は日本代表の経験も豊富な選手、坂本監督に印象を伺いました。で、今シーズンどんなことを期待しますか？まあ、つなぎとかサーブレシーブ、彼女もそれができなきゃ多分試合出れないと思ってるから、それをより一層出してもらって、
サーブレシーブとつなぎ、そして坂本監督就任以来、うん、はい、チーム全体で強化してきたサーブの部分もあると思います、うん、はい、そのあたりもやっぱ期待されますか。そうですね、これですよねこれ、はい、期待しますよ。いいサーブ打ちますもんね、うん、世界レベルですから、うん、はい、そんな世界レベルのサーブを実際に体験します。山川くんと練習してます、うん、ではここからはナビア選手のスゴ技披露していただくということで、そして僕も体感させていただくということなんですが、これ出ます？出します。おお、やった。じゃあ僕がレシーブします。サーブを打つ前の手の形から名前のついた招き猫サーブ、無回転で独特の軌道を描くのが特徴です。うわ、すごい。僕のサーブレシーブをセッターの田原選手に取っていただきます。よろしくお願いします。お願いします。で、僕は返すんでちゃんと、はい、そしたら僕走ります。はい、パスをください。はい、そしたら僕打ちます。コツとかあります？サーブレシーブコツですか？うまくレシーブする。え、けどこの面がちゃんと向いてれば、はい、私の方に向いてれば帰ると思うんで、はい、田原選手とのイメージトレーニングもバッチリ。いよいよ本番です。サーブ5球のうち1球でもレシーブしてアタックができれば僕の勝ちです。お願いします。ブレました。ブレたブレた、すごかったですよ。見ました？ブレました。手元で本当にグワーって最後の方、まあ、分かりました。相手の傾向は分かりました。なんか女子みたいな。次はなんか最後伸びてきましたよ。軌道が読めない。当たって接点変えてんけど。え、接点変えりました？変えりました。この辺に来ました。え、本当ですか？この辺に来ました。そんな魔術も持ってるボールかもしれないですね。まあ、あと3本ありますから、あと3本あります。頑張ります。お願いします。足って動かんもんねんね。本当落としてきましたよ。大爆笑じゃん。90度ぐらい落ちましたよ。取れないんだね今度は。いやもうここから来たらもうそれは取らせないでしょう。ここまでの3球全くいいところなしの状態の僕ですが、残るチャンスはあと2球。果たしてレシーブできるんでしょうか。からの何あれ返せたよ。すごい。あれ打てました、うん、打ってたこともすごかったけど、転んでから起き上がるスピードが速かったのが素晴らしいです。あの、私でも見本にしたいぐらいの速さだったからびっくりしました。速かったですね。めっちゃ速かった。そうよね。もしかしたらリベロじゃなくてスパイカーとしてオファー来るかもしれません。すごい打っちゃった。最後に注目の2人に今後の目標を色紙に書いてもらいました。お願いします。ラベア選手が突き抜ける、うん、そしてバルデス選手、私を見てって、うんうん、じゃあまずラベア選手どんな思いここに込めましたか。と遠慮がちな性格があるので、自分を出して早くチームに溶け込んでこうみんなを支えていけたらなと思って突き抜けるっていう風にしました。なので頑張ります。そしてバルネス選手、あ、ずっとピースしてくださってありがとうございます。私を見て、全部が頑張りたいと思いますから私を見てほしい。じゃあスパイクもレシーブもブロックも全部において頑張る。はい。じゃあ最後に今シーズン意気込みを彼らに向かって一言ずつお願いします。まずナビア選手お願いします。と石川に来て初めてのシーズンなので、私らしく、チームを支えて精一杯頑張っていきたいと思います。バルデス選手もお願いします。頑張ります。最後も全開な感じでしたけれども、今シーズンの PF ブルキャッツ本当に目が離せません。ありがとうございました。
はい、ということで、新戦力のお二人に迫りました。いかがでしたか、はい、面白かったです。なんかでもあの鍋谷選手のあのサーブ、あんな迫力で目の前に来たらもう腰がこうね、聞こえますよね。本当にまずあのサーブ、サービスとして秋末くんのいるところに落としてくれてたもんね。そう、エリさん、ね、さすが分かってる、うん、そうなんですよ。サーブってあの狙いどころが、僕今あの何を弁明してもなんかダメな気もするんですけれども、うん、サーブって狙いどころが非常に重要なんですよ。誰に取らせるかっていう。そうそうそう。で僕がいるところピンポイントで全部ね、うん、落としてくれてるんです。コントロールがすごい。そうなんです。だから上げやすいようにもテレビ的なことも分かって、そうなんですよ。そうなんです。もう上げちゃってその後ねテンパっちゃって焦っちゃって大したこと言えなかったんですよ。もう本当にすいませんということで、でも素晴らしいサーブ、はい。で、鍋谷選手のあの代名詞、この招き猫サーブ、ブレるんですよ、ものすごくね。ブレるっていうのはどういうこと？無回転でもう軌道が読めないんですよ。右に曲がるのか左に曲がるのか、それともちょっと伸びてきたりもするんです。予測できないですね。そうなんです、はい。ね、でその後もうあんなに親切にしてくださるというか、優しい、ね、やっぱりアスリート人柄も。そうですね。なんか今回お二人の、ね、選手注目して、はい、なんかファンにもなりましたし、はい、今後も試合を見ていて、あ、こういう方なんだよなって、なんか知った気で見ちゃいますしね。そうですね、うん、こういう裏側というか横側も見られたと思うので、はい、試合見るのもより楽しいと思います。そしてもう一人バルデス選手もやっぱりインパクトありましたね。なんか時折見せる表情がすごい可愛らしいし、ずっとピースしてたいそうなんですよ。そうなんです。だからそのあたりのギャップってのはすごいですよね。あんな細いなんていうんですか、うん、骨とか見てもそ、うん、太いわけではないじゃないですか、うん、100キロ軽々とかそうなんです。無知のようなボールの打ち方とか、はい、お茶目具合とか実力はすごいんですけれども、サービス精神も旺盛です。なんか魅力的ですね、はい、でもこのバルデス選手が石川に来たっていうのはもう息が荒くなるほどの大ニュースなんですよ。本当に注目なんです。はい、でそんなお二人の活躍、石川県で見られるのがですね、こちら来月23日の V リーグディビジョン1の、PFU のホーム開幕戦です。輪島市一本松総合運動公園体育館サンアリーナで開催予定です。チケットの方は V リーグチケットで検索していただければ、試合の2週間前から購入することができます。そして当日の様子は石川テレビでもその日に放送する予定です。ぜひご覧ください。皆さんで応援しましょう。以上、こんにちは、秋末ですのコーナーでした。